はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は短編ミステリ小説3選です。研ぎ澄まされた文章と洗練された内容の優れた作品ばかりで長編にはない魅力があります。今回は日本の短編ミステリの中から私の独断と偏見で厳選した3作品をご紹介します。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら、漫画米沢ほのぶ新潮文庫です。この作品は学園ミステリの古典部シリーズや歴史ミステリの国老城折れた竜骨などを書かれている米沢ほのぶ先生の短編作品で2014年に刊行されました。ご紹介するマンマーは第27回山本周五郎賞を受賞されたほか、2014年ミステリが読みたい週刊文春ミステリーベスト10、このミステリーがすごい、それぞれにおいて国内部門第1位となり、史上初のミステリーランキング3冠に輝いた作品です。登場人物も設定も全く違う全6編の短編が収録されていまして、そのうち夜景、万能、万万の3編は NHK 総合テレビでミステリースペシャルとして2018年8月にテレビドラマ化されました。なお米沢ほのぶ先生の近所国老城は2021年第12回山田風太郎賞を受賞しており、同作はミステリが読みたい週刊文春ミステリーベスト10、このミステリーがすごい、本格ミステリーベスト10、それぞれで国内部門第1位となり、史上初となるミステリーランキング4冠を達成しておられます。また週刊朝日の2021年歴史時代小説ベスト3でも第1位に選出されております。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。もういいんです。人を殺めた女は控訴を取り下げ静かに刑に服したが、鮮やかな幕切れに真の動機が浮上する表題作をはじめ、恋人との復縁を望む主人公が訪れる死人宿、美しき中学生姉妹による官能と戦慄のザクロ、ビジネスマンが最悪の状況に直面する行き詰まる傑作万能、他夜景、関森の全6編を収録、史上初めての3冠を達成したミステリー短編集の金字塔、山本周五郎賞受賞。私の読んでみた感想ですが、文章は短編なので簡潔なのですが、その分一文一文が慎重に紡がれていて、それが独特の雰囲気と結末を形作っている印象です。もちろんミステリーとしてちゃんと謎の解明はしており、読後の消化不良という感じはないんですけど、なぜか残る後味の悪さといいますか、いたたまれなさやちょっとゾッとするラストが印象的でした。人間の切なさや人の行いの凄ましさを残り画のように置いていき、次の物語へと続いていくのですが、全ての物語でほのかなホラー感や背筋がヒヤッとする感触、おぞましい人間像などが頭に居座ってしまって、言うなれば優れたイヤミスです。全ての短編で同じようなエスプリと後味を効かせ、サイコホラーよりの不快感がどこまでも絡みつく、その原因は何だろうと思案していました。どこかいたたまれない感情が湧き起こるこの物語たちの後味はなんと切実な、という杉江松恋さんの解説文に出会って、そうだ登場人物たちの切実さがゾッとさせるんだと腑に落ちました。未読の方ぜひ読んでみてください。続きましてはこちら、透明人間は密室に潜む厚川辰巳公文社文庫です。この作品は2020年に刊行され大人気を博しまして、
その年のミステリランキングを席巻しました。本格ミステリーベスト10第1位、中間文春ミステリーベスト10第2位、このミステリーがすごい第2位、ミステリーが読みたい第3位と高い評価を受けています。なかなか密度の高い本格ミステリーが4点収録されています。特殊設定的な SF ミステリーであったり、もし〇〇だったらといった IF ミステリーだったりします。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。透明人間は密室に潜む厚川辰巳、透明人間が事件を起こしたら、アイドルオタクが裁判員裁判に直面したら、犯行現場の音を細かく聞いてみたら、ミステリーイベント中のクルーズ船で参加者の拉致監禁事件が起こったら、厚川辰巳の傑作短編集がついに文庫化、波に乗る著者が放つ高密度の本格ミステリー、読めばファン確定、驚嘆必至、必読の一冊。私の読んでみた感想ですが、いろんなタイプのミステリーが凝縮して掲載されていて、ものすごく楽しめました。SF チックな表題作も好きですが、ミステリーイベント中の参加者の拉致監禁事件では、刻々と刻まれる時間、平面図、暗号文、血痕のかかった機器の不思議などのヒントをもとに、真相を読み解いていくという脱出ゲーム的ミステリーもあり、王道の探偵役と犯人当てミステリーもあり、あるアイドルのファンたちが裁判員として集まり、どんどん思わぬ方向に議論が進んでいく、どこか微笑ましいワンシチュエーションミステリーなどなど、多種多様でまるでミステリーの展覧会みたいな密度の高い短編集と思います。先ほどご紹介した米沢ほのぶ先生の短編集はそれぞれ全く別の話なのに、同じ新書、景色が統一的に表されていましたが、こちらの作品はミステリー好きな作者がノリ気味に、やっぱミステリーって面白いよねと思いながら、ワクワクしながら書いた作品って感じがして、読者の側もなんかウキウキしてくる、そんな明るい印象の物語集でした。私はこういう感じの物語大好物です。未読の方、ぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら。昔々あるところに死体がありました。青柳愛と双葉文庫です。この作品はタイトルから予想される通り、日本の昔話を題材にした本格ミステリーでして、まあ面白いことと言ったらこの上ないですね。単なるパロディなんかじゃありません。ちゃんと読者を楽しませてくれる正真正銘の本格ミステリーです。ミステリーの基本であるハウダニット、フーダニットはメインテーマとしてちゃんと鎮座しています。そして日本昔話という本わかとした雰囲気と堅牢なロジックと緻密な伏線の炸裂であふれるサスペンス感は見事に融合している、まさに本格ミステリーなすごい作品です。この作品、各種ミステリーランキングにランクインしておりまして、紀伊国屋書店スタッフが全力でおすすめする木のベス2020第2位、読書メーターオブザイヤー第5位、本の雑誌ミステリーベスト第6位、中間文春ミステリーベスト10第7位、ミステリーが読みたい2020年版第8位、2020年本格ミステリーベスト10第9位、2020年本屋大賞ノミネートと、とても人気を博しております。すでに続編も刊行されていまして、本作と同様非常に楽しく読ませていただきました。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。昔話がまさかのミステリーに、浦島太郎や鶴の恩返しといった皆様ご存知の日本昔話を、密室やアリバイ、ダイイングメッセージといったミステリーのテーマで読み解いた全く新しいミステリー。なんでこうなるの？なんとこの人がと、驚き連続の5編を収録、数々の年間ミステリーにランクイン、
&本屋大賞ノミネートを果たした話題作、待望の文庫化。また文庫本の帯には収録作の紹介が記されています。一寸法師の不在証明、うちでの小槌で大きくなった一寸法師の秘められた計画とは。花坂社伝も、心優しい花坂爺さんはなぜ殺されたのか。その時次郎は鶴の登場返し、巣の折った反物が高く売れた後に青年は取った行動とは。密室竜宮城、伊勢海老が殺された竜宮城で浦島太郎が突き止めた真相とは。絶海の鬼ヶ島、桃太郎は鬼に勝ちましたが、そこから始まった本当の戦いとは。私の読んでみた感想ですが、題名が表す朗らかだった景色は、読み始めた途端に実にド直球な本格ミステリーの景色へと見事に塗り替えられていって、それが何とも爽快でした。本格ミステリーではお約束の平面図や見取り図がちゃんと掲載されていて、ということは密室殺人や不可能犯罪がテーマになっているってことなので、こりゃどう見ても本格ミステリーです。しかも5編ちゃんと別々のトリックで、短編の中でこれだけの伏線、トリック、整合性のある真相を盛り込まなくてはならないという離れ技を成し遂げている作者の力量にはもう簡単です。しかもそれは苦しみながらの努力ではなく、作者も楽しみながら執筆しているというのが感じられて、とてもとても好ましく感じました。個人的な感想で恐縮ですが、今年の夏の甲子園でエンジョイベースボールをテーマにした挑発の慶応高校が優勝した際は、心底からの感動と慶応高校とは真逆である球体性的なものに対して一矢報いられたような爽快感が湧き上がってきたのですが、この作品を読んだ時もこれに近い感触がしました。おかしみと自由さと真剣さが同居していて、これはもう傑作ミステリーと言わずに何というのでしょうか。馴染みのある昔話をこうも本格なミステリーに仕上げるその作力には簡単と喝采を捧げるべきと思います。シリーズは続々刊行されているようですので、未読の方ぜひ読んでみてください。以上、短編集なミステリー小説を厳選して3作品ご紹介しました。いずれも大人気を博したミステリー小説ばかりです。これまで長編ミステリーをたくさんご紹介してきたのですが、今回ご紹介した高密度でかつ無駄のない贅肉をそぎ落としたような精烈な短編集も素晴らしいと思いました。なお今回物語の構成図は短編集なので作成しませんでした。長編のミステリー小説をご紹介するときにはまた物語の構成図を考えてみたいと思います。ご紹介した短編集を未読の方はぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリー小説をご紹介していきますので、高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。